はい、こんにちは。栃木の竹下農場です。昨日ね、東京の姉の家に餅をね、運んできました。でこの軽ワックスなんですけど、タイヤスタッドレスにね入れ替えまして、まあ約250から300キロ走りましたんで、これからね、本締めします。で今までもね、まあインパクトで締めて、一応多分締まってると思ってたんですけどね、まあ今回はトルクの確認も兼ねて、本締めをしたいと思います。で、これがねトルクレンチですね。これはもう十何年か前に買った本当の市販の安物なんですけど、まあね、ないよりはまあマシなんでね、はい、こんな感じでセットで買ったトルクレンチです。で今今年買ったこのディープソケットをトルクレンチに取り付けてあります。はい、で、じゃあ片側だけね、やっていきます。左側ね、はい、で、10キロです。規定10キロで、ネットで調べましたら 8K 自動車の場合は8キロから10キロって書いてあったんで、上の方の10キロを取りました。まあ、締めるときはね、こう対角線にやってるんですが、特に今回は対角線気にしないで順番にやってっちゃいます。はい、緩んでないみたいですね。はい、でこれでリアは終わりましたので、よっこいしょ。フロントですね、ちょっと遠くなっちゃいますけど、今ね片側確認しましたけど、特に緩んではいませんでしたね。だからタイヤ外れるっていうのはね、ちょっともう自分もあまり考えられないんですけど、まあ、この車はね一応4ケツなんで、4本のナットがね全て緩むわけですからね、そうなる前にさ、まあ一気に1秒ぐらいでスポーンと外れるってことはないと思うんでね、徐々に緩んでって外れると思うんで、外れるまでには普通気がつくんじゃないかなって気がするんですけどね、私にはちょっと想像つきません。はい、そういうことでね、片側一応ボルトのボルトっていうかナットですね、ナットの締め付けトルクは一応正常です。でそれとこの空気圧ですね、スタッドレスに履き替えた時に空気圧も一応調整したんですが、もう一度調整します。はい、2キロ入ってますね。はい、じゃあフロントもやりたいと思います。はい、フロントの前が、フロントの前後って左側の前後はね特に問題なしですね。締め付けトルクも OK、空気圧も OK です。まあ、反対側、右側も同じなんでね省略します。はい、
300キロ点検ですか。スタッドレスの本締めですね。はい、これで終了になります。お付き合いありがとうございました。